レスチャンネル LINE 限定動画、よいしょー。イエイ。もうおなじみですね、うん、はい、我々ね、うん、実はというか、まあ、もう皆さんご存知だと思いますけど、うん、福岡県福岡市在住で、うん、まあ、ほぼほぼ、うん、まあ、地元よりもこうやって東京ですとか関西、はい、関東ね、もうその東北も呼ばれれば、うん、どこへでも足を運ばせていただいてるんですけど、はい、やっぱその中でね、いろいろ面白いエピソードがあるということで立ち上がった企画らしいんですけど、はいはい、直美さんがね、とっておきの出し物もう考えてなかったな。いや、俺じゃもう一個爆弾も出そうか。あ、いやいやいや、やめて。まあ、やめて、まあ、これはまず半年後ぐらいまで引っ張らんとさ、すぐ呼ばれんくなって、ここまだね、ぬくこう温めて温めて徐々に徐々に、うん、あ、なんかあったかな。 あのワンコインおじさん覚えてます？山口。おお、ワンコインで、あの2チャンス。そう、やっぱあのずっと山口で収録してたらこう、ええ、で収録してる最中に割り込んできて、はい、イエイってしてくる、あの おじいちゃんちょっとめっちゃ酒臭いじいちゃんいたんじゃないか、はいはいはい、隣の角打ちでいっぱい引っ掛けてそう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 元気してんのかなと思って俺にすみません、私もういや、ワイグチ県を卒業させていただいて、かれこれもう2年近くになろうかしてまして福岡在住でなかなか山口、うん、あ、ワイグチ県のお父さんの、ね、お顔も拝見する機会もないんですけれども、うん、この話をどう広げればいや、なんかほら、あのしょっちゅう見かけてね、こう収録とかで楽しかった、楽しかった、ね、見かけてたお客さんとか確実に酔っ払ってるふりしてるけど、うんうん、有望のブログはチェックしてるでしょみたいな、うん、収録スケジュールをね、うんうん、必ず我々が収録に行って、うん、じゃあオープニングで、ま、カメラ回ってきまーす3ワンコインでドゥッターンピッタシに来ますもんね。ピッタシだけど、カメラ回り始めたらすぐピッタシで来る。すごいよね、あのね、あの瞬発力はすごかったし、あの名言ね、そのワンコインあればジャグラーは2チャンスあるっていう ねさっぱり意味が分かりお前あれだ、あのジャグラーワンコインあればあれ2チャンスあるって、お前ワンコインで多分どうやんのなるもん、多分ワンコインで、うん、たまたま武道家なんかが揃って15枚ぐらいバラジャラって払い出しがあって、それで使ってペカったみたいな感じですね、多分ね、多分、まあ、うん、元気しておとかなと思って、知らんから知らんから、いやほらぱったり見なくなったっていうかあそっか、ね、まあ、あっちにも足を運んでないというか、あんまりもう行く、あ、そうか、行くことがなくなったっていうのがあるんですけど、ね、これ見て、これ見て、ナオミも上手くなったなそう見てる見てる、ワンコインおいちゃん、ワンコインで、ね、ツーチャンスだよ、すっごいよね、なんか、うん、すっごい、どこのキャップかわからないようなキャップかってすごい柄のシャツってね、で、なんかこう、インベーダーサングラス昔のロカビリーみたいな、ね、どこで、どこで売ってるんすか、うん、お父さんね、まあまあ、さすがにやっぱあれね、なんか奈美ちゃんやっぱこうワイグチ県のネタがやっぱり、うん、やっぱねちょくちょく行くんでね、いいの、大丈夫、怒られないあのギリギリのとこまで行って止めます、はい、そうか、大丈夫です、ね、まあ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 、まだ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 多分ね、掘り出せばいくらでも面白い話は出てくると思いますんで、はい、ぜひ今後の展開にもご期待いただきたいと思います。絶対3分で収まってない絶対はみ出た